はい、どうもレジュノです。ミッキーです。そうだよな。じゃあ、そうだよな、空飛んだロマンにはな。抱っこしてゆいちゃん、ごめんな。ミッキーです。ミッキー。です。ごめんね。よし。はい、ということで皆さん、お久しぶりでございます。ちょっとまあ、伝えたいことはたくさんあるんですけど、うまく言葉にできるかわかんないんで、今日はちょっと手紙を書いてきたので、手紙を読まさせてください。皆さんに、まずお伝えしたいことがあります。それは、感謝の気持ちです。僕は数ヶ月前に活動を休止しました。情けない気持ち、頑張りたい気持ち、不安な気持ち、いろいろな感情でいっぱいでした。不眠症で眠れない日々、うつ病で苦しい日々、このままでは自分が潰されてしまう。そう思い、病気の治療に専念するため、YouTube の活動を休止することを決めました。休止中、本当にいろんなことを考えました。もうすべて、投げ出して諦めてしまおうか。このレジェンドというチャンネルは見てくれる方に笑顔や元気を届けたい。自分に自信を持つことの大切さを伝えたい。でも気づけば僕が励まされてました。こんなところで諦めたくない。そう思い、病気と全力で戦うことにしました。自分と本気で向き合いました。そんな中、皆さんがいつまでも待ってるよ、たくさんの温かい言葉が届きました。こんな活動休止の動画を出したらチャンネル登録者が減ってしまう。そう思ってとても不安でした。それでもみんなは待っててくれました。そのおかげで全力で病気と戦うことができました。僕が今この場で手紙を読めてるのは皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。3ヶ月間休ませてもらいました。うつ病も不眠症もよくはなった。でも完全に治ってはいないのが本音です。病気があるから無理しないでとか心配に思う人もいると思います。ただ僕は今日からまた全力で YouTube をやらせてもらいます。本気でやります。僕の思う覚悟ってのは、背負うことでも誇ることでもなく、弱い自分を受け入れることだなと思います。そして僕の思う幸せってのは、どれだけ自分を愛せたかで決まると思ってます。嫌なことがあったら、夢に迷ったら、消えたくなったら、頑張っているレジェンドを見ろ、そう言える男になれるようにこれからも YouTube をしていきます。今後活動の幅を広げていく中で、あれ、レジェンドキャラ違うくねみたいな、そんなことを思うこと皆さんあると思います。でも僕の YouTube へのかける思いってのはこれからもずっと変わらないんで、これからも応援よろしくお願いします。はい、ということでね、手紙を読んだんですけど、理想像のレジェンドと現実の自分、ここがすごく離れすぎてて、みんなが思うほどレジェンドってのは立派な人間じゃないぞと。なんでね、そこの差がありすぎると、ちょっと自分自身そこのギャップでちょっと苦しむというか、なんでこれからはね、着飾らずにありのままの、弱い自分の姿を見せていくっていうのもね、大切なのかなとこの休止中に思いました。あと一番はやっぱり感謝ですね。皆さん本当に待っててくださってありがとうございます。本当にね、心配をしてくださる方たくさんいると思うんですけど、病気と戦いながらも YouTube をしていくっていうリアルをね、なと思ったんで、正直本当に治ってはないんで、治ってはないですけど、 YouTube やっていけるって思うぐらい良くはなったので、心配をされる方もいると思うんですけど、心配が勝っちゃってね、楽しく見れないみたいなのは僕も望んでないので、本気でふざけてるレジェンドを見て本気で笑ってもらえたら僕としても嬉しいです。長くなりましたけど、皆さん本当にこれからも応援よろしくお願いします。ポジティブに来よう。